今天犹太国广播电台国际中的普通话节目全部报告完毕，我们明天再见，拜拜。Broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらは、ラジオタイランドの日本語放送です。この放送は、イベントミッション、バーン軍のボイスアメリカの通信部を通じてお送りしています。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオ好きの皆様いかがでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイは多様な文化を持つ民族が共生できる調和の取れた社会を目指しています。3年ぶりにタイのビーチが中国人観光客でにぎわいました。クルンテープアピアテ中央駅がタイの鉄道輸送の拠点になります。アメリカオリンピック・パラリンピック委員会はアメリカのモータイ連盟を傘下の抗議団体として正式に認めました。それではまず初めのニュースです。タイは多様な文化を持つ民族が共生できる調和の取れた社会を目指しています。政府は新たな行動計画を採択し、多様な文化、信念、信仰、言語、アイデンティティを持つタイの全ての民族の調和の取れた共存できる社会を促すためのガイドラインを示しました。2023年から2027年にかけての共生促進行動計画は、タイにおける多文化社会の形成を目指すもので、国家安全保障会議事務局によって実施されています。ラジャダ政府副報道官は、タイの多文化社会は幅広い文化を持つ民族からなっていると述べています。現在タイには約60の少数民族600万人の67県に住んでいます。そのため多文化社会に様々な民族がお互いを認識し尊重し合えるよう理解を深めることが重要で、政府はその支援を進めています。これは社会の調和と国家の安全保障につながるものです。共生行動計画は全ての国民に平等に基本的権利を保障し、それぞれの生活様式、文化、地元の知恵を保ちながら、潜在能力を開発することを目的としています。文化の多様性は人道原則に管理されます。初期段階では、山岳部、沿岸部に住む住民や、南部国境地域に住むマレー系住民に重点が置かれます。行動計画では、平和的共存と、各民族の生活様式や文化への理解を促進するための指針が示されています。全ての民族にキャリアアップの機会を提供し、女性の役割強化や村の発展、地域の問題解決にも多くの人の参加を呼びかけていきます。さらに文化の多様性という社会的背景に対応した効果的な管理を進め、
あらゆる公的機関が一体となり運用できるような仕組みが強化されます。例えば司法道館は政府は社会的格差を是正し、全ての民族が大社会の協力の力となるよう発展を支援していくとしています。次のニュースです。3年ぶりにタイのビーチが中国人観光客で賑わいました。中国が新型コロナの厳しい政策、ゼロコロナ政策を解除したことで、今年の旧正月春節にタイを訪れる中国人観光客が増えています。白い砂浜でマンゴーシティライスやシーフードを食べながら、多くの中国人観光客がタイのビーチを満喫しています。コロナ後初めてとなる海外旅行で中国人観光客がタイに戻ってきています。中国人観光客はコロナ前は世界を旅し、年間2550億ドルを観光に費やしました。このためアジアの国々では、春節の期間中、中国人観光客が戻ってくるとして、その準備を進めていました。タイでは外国人による観光収入のうち、その多くを中国人観光客に依存していました。中国は昨年12月、突然ゼロコロナ政策を解除しました。世界第2位の経済大国である中国を苦しめた厳しい規制を解除したことで、今年の春節は特に多くの賑わいを見せています。中国からタイへ観光に来た32歳のビジネスマンは、タイに来ると故郷に帰ったような気がすると語り、タイを再び訪問できたことを喜んでいました。中国がゼロコロナ政策を終了した後、コロナの感染が急増したことに懸念する声も上がりましたが、中国が国を開放したことは企業にとっては歓迎されるものでした。中国が海外への渡航を再開したことは、その前の2019年にタイの外国人観光客4000万人の3分の1近くを占めていた中国人観光客が戻ってくると大きな期待が寄せられています。タイ政府は中国人観光客の数は第一四半期には約30万人、今年1年では少なくとも500万人がタイを訪れると予想しています。次のニュースです。クルンテープアピアップ 2A がタイの鉄道輸送の拠点になります。安州グランド駅が開業し、クルンテープアピアップ 2A となりました。今後はこの駅をタイの鉄道輸送のハブとして開発し、国内の複数の海道輸送システムと接続していきます。現在サービスを提供する準備が整っています。アムチャ政府報道官は、バンコクの新しい中央駅では ASEAN で初めてタイ GG のモデル駅となるとしています。東南アジア最大の旅客駅であるクルンテープアピアット中央駅は、100年の歴史を持つフアランポン駅から移設されたものです。電車やバスなど様々な交通機関の利用者に対応する設備を整えています。クルンテープアピアット中央駅では、ユニバーサルデザインが採用され、ロボット、スマート車椅子、スマート監視カメラ、エスカレーター、エレベーター、自動券売機、トイレ、障害者用駐車場、駐車場、フードコートなど多くの最新設備があります。この新 CEO ターミナル駅計画は2010年に閣議決定され、2013年に着工されました。移行期間中は運輸省とタイ国有鉄道が協力し、クアランポン駅とクルンテープアピアット中央駅を結ぶ無料シャトルバスを運行し、乗客の移動をサポートしています。またクルンテープアピアット中央駅には、市民の足として利用されているロスラインやブルーラインの電車やバスが走っています。市民の足として利用されているレッドラインやブルーラインの電車やバスが走っています。クルンテープアピアット中央駅の名前は、バチラロン村と工業者が授けられたものです。この中央駅は交通のハブとして、経済発展の原動力となることが期待されています。次のニュースです。アメリカオリンピック・パラリンピック委員会は、アメリカのムエタイ連盟を傘下の競技団体として正式に認めました。2023年1月11日、アメリカオリンピック・パラリンピック委員会は、
アメリカ反対運動を参加の競技団体として正式に認めたと発表し、対中ボクシング名体は世界の舞台で活躍できるようになると期待されています。クワウト首相は、国際的なスポーツとして推進している名体が認定され、世界で認知が広まるとして喜びを語っています。国民的格闘技である名体は、タイ文化5つの S のうちの一つで、党の主要な文化を輸出し、創造的産業にするという政府の方針のもと、支援が進められています。5つの S とは、フード、フィルム、ファッション、フェスティバル、ファイト、つまり格闘技のことで、これらは国の重要なソフトパワーとされています。タイの3年期間では、名体が世界的に知られるよう、プロモーションを行っています。例えば、2022年7月7日から17日にかけて、アメリカ・アラバマ州バーミンガムで開催された、ワールドゲームズ2022に、名体の選手を派遣しています。この大会では、タイの選手は見事に金メダル2個、銅メダル1個を獲得しました。名体は2022年のワールドゲームズでも最高の人気を誇り、チケットはすぐに完売し、スタジアムは観客でいっぱいになりました。名体は多くの国でスポーツとして教えられています。東洋のボクシングとは攻防の方法が多様で異なるため、ボクサーにとってより負担が大きく、挑戦しがいのある芸術となっています。タイの陸軍は、タイ政府観光庁、文化省、観光企画省、タイ展示会事務局と協力し、2023年2月20日から6日まで、タッチアップキルタン県ハーフンで、アメージング・モーターフェスティバル2023を開催します。このフェスティバルは、名体を国家遺産として、また世界的に有名なタイの文化として広めるだけではなく、スポーツ・ツーリズムを通じて、経済的な価値を生み出し、国に収入をもたらす機会となるものです。このフェスティバルでは、試合前に選手が行う儀式、ワンクルーが行われます。2月6日は5000人が参加し、ギネス世界記録の樹立を目指します。以上、ラジオタイランドの佐久間秀美でした。ごきげんよう。さようなら。Thank you.